大下うだる3時間の悪魔ボンボーン。 ガラス株式会社品川工場技手碇修六はその夜とある会合からの木と久しぶりに銀座の歩道を歩いていて電気器具ショーの点灯から9時半のラジオ時報が鳴り始めた時「そうだやっつけようこれからすぐ引き返していってあの金を盗んでやろう」という決心がどうやらはっきりと決まってきた。 言っておくが碇収録は元来ごくおとなしいたちの人間である常に非情な謙遜家で無口で内気ではにかみ屋さんで学生時代には仲間から「聖人」というあだ名で呼ばれたくらいの律儀者であるこの時かも律儀者の収録が金を盗んでやろうなどとなぜそんな悪い考えを起こしたかというとそれには 直接間接いろいろの理由があるわけだがその間接な理由の一つとしては多少逆説めいた言い方をすると彼があまりにもおとなしい人間でありすぎたということを挙げておいてもよい常日頃から彼は例えばガラス工場の技術上の件であるいはその他一般専門的学術上の問題で同じ技術者仲間と何か見解をことにしたような場合 自分に正しいと思う学説や意見をじきに覆して相手の主張に同意してやるし同意しないまでも自分の説はことさらにその場で押し通すことがなくまたは往々にしてそれをぐっと噛み殺したなり永久にそのままに引っ込めてしまうところがこうやって噛み殺した者や覆した者は身長五尺一寸体重十二貫五百しかない彼の体内に いわば一種の鬱憤となってだんだん多くたまってくるしその鬱憤は互いに恐ろしい勢いで内向し合い正当な形で表へ現れることができないところから精神分析でいう歪められたリビドーというような力に点眼されてどこかへ無理な出口を求めようとするのが自然の勢いである収録の人柄に似合わぬ大それた決心は つまりそんなようなところから来ているとも言えるのであった彼はガラス会社からボーナスと月給を通算して毎月170円余りもらっているこのほか某中等野学校の数学教師をしてこれが月に30円にはなった会社でも近く義手から義手に昇進させるようだし大学を出てから7年目になる技術者としては早い出世でもない代わり 今時大して不平もないところである低粛な細君に子供が一人それで天引き貯金を月50円は欠かさずできて金が特別欲しいというようなところはちっともないしてみれば彼がいかに打ち気でいかに鬱憤がたまっていても盗賊を働こうなどという不道徳な考えを起こしたのは一面において 彼の内心に潜在ししていいたかもしれないある程度の犯罪性ある程度の背徳性が時あって不意に現れてきたものだと見ることもできるが背徳性とか犯罪性とかいうものは潜在意識的に人間が誰でも持っている本能だと説く学者もあるしそれだけでは到底収録の犯罪動機を説明し難い。 おとなしすぎて鬱憤がたまっていたというのがへんてこならいわゆる「間がさした」という言葉を使ってもよい常識的にはそれが一番わかりやすいだろう全量で律着物の収録にどうしてそんな間がさしたかそのわけは彼が今日工場で約2万円はあろうという紙幣の束をひょっこり隙見したからであった 東京ガラス会社の品川工場では技術員室の一つと書務会計係の部屋とが隣り合っている彼は今日の午後3時頃自分の部屋で今度会社が新しく取り付けることになったランナー式ガラス管製造機の見積書を検査しているとその時会計の部屋から「うーんうーん」という変な苦しそうなうめき声を聞いた。 仕切りが簡単な板壁になっていてその壁の細い隙間から覗いてみると広い臨室には会計係の沢本金之助という老人がたった一人机へうつ伏せになったまま横っ腹を両手で抱えてうんうん苦しんでいる母はん沢本牢またやっているなと収録は思った会計の沢本という老人は もう長いいこことこの会社へ勤めているが、半年ほど前からどうも体の具合が悪くなったと言ってこぼしているそして今でも執務時間中に急に発作的な胃の疼痛を訴えて芝居で見る持病の尺といったような具合にのた打ち回って苦しんだことがすでに3回ばかりあり当人はそれを親譲りの胃弱から来ているもので 寿は胃がんにでもなるだろうとしょっちゅう心細がっていたのであるが今日は折りやしくちょうどそこに誰も居合わせたものがなくその時不意に同じ発作がやってきたものと見えるのだった最初なぜそこに沢本老人以外誰も居合わせていなかったかというと後で調べて分かったことだがそれは折からこの工場へは某映画製作所の一行がやってきていて 宣伝ののため会社側かか、ら頼んだのかそれとも映画の方で実際にそういう場面を必要としたのか現状の応援寿司機製品機の据えてある方で男女優数名で何か面白そうな場面の撮影に取り掛かりするとこれを庶務の者が珍しがって見物に出かけそのため部屋の中は一時がらん堂になっていたからであった老人の方も一人だが 技術員室の方にも収録が一人きりだったので後で思うと老人の方では収録がそこにいることさえあるいは知らなかったかとも思われるのである壁一重で隔てられていながら不便なことには技術員室から庶務課まで一度廊下へ出て遠回りをしていかねばならないその時収録はちょっと面倒くさくてすぐに誰か来るだろうと思ったし そのまま板壁の隙見を続けていたがふと気がついたのは老人が机の上百円札であろう実に大きなたっぷりした厚みのある紙幣を幾束も幾束も無造作に積み重ねたままにしてあることだった老人は紙幣を数えかけて途中で急に腹痛を起こしたものとしか思えない おやたくさん金があるなあと収録は単にそう思っただけであった見ていると老人はそのうちに数えかけた紙幣のことが気になったと見え実に苦しげに眉をしかめながら唇をキュッと噛みわなわな震える指先にその紙幣の束をつかんで机の蓋を押し上げてバサリバサリ中へ投げ込み始めたが これは無論腹痛の方がひどいため現金を金庫へ納めに行くことができなかったのであろう全部紙幣を投げ込んでしまうと老人はあり合わせの新聞紙を2枚ほどその上へ引きかぶせバタンと蓋を下ろしたがそれだけの始末をつけるのがやっとだったらしいあとは机にガッとしがみつき額から汗をたらたら流して再び うーんうーんと苦しみ始めた今にも死んでしまうかと思われるほどの苦しみをついに収録も見捨てておけなくなりやがて自分の部屋を出て行こうとしたがその頃ちょうど現場からは人々がどやどやと帰ってきたそして一同は収録がそこへ行って手助けをするまでもなく老人を解放し医者を呼んで模擬注射をし タクシーへ乗せて老人を自宅へ返してやったその時まで収録は金を盗もうなどという考えが絶対になかったはずであるただ収録は例の無口さで自分が老人の金をしまうところをじっと隙見していたことだけ誰にも言わなかったそれから庶務の連中は まさか老人がそれだけの大金を簡単に机の中へ投げ込んだままにしてあるとは一人として知ったものがなくあとはいつも通り執務して帰っていってしまった工場が引けてから収録が今夜出席した会合というのは学生時代の友人が今度要講することになり同期の卒業生が集まっての送別会であったがその席上で収録は ふと昼間の小さな事件を思い出し、するとあの莫大な紙幣のことが変に気がかりになってきた老人が金庫へしまわなかったのは甚ははだ危険であるモルヒネのおかげで老人は腹痛が治まると一緒に麻酔が効きすぎたのだろう後のことはお構いなしでうつらうつらと眠りかけ それを会社の者がタクシーへ担ぎ乗せるようにしてやってそのまま帰ったのだけれど今夜のうちにでも泥棒か何かが忍び込んだらあの金は苦もなく盗まれてしまう自分が見ていたのだから庶務の者にも注意してやって金庫へしまわせてやればよかったのにと考えて不意に彼の心臓はドキリと踊った「待てよ」 この俺が今夜あそこへ忍び込んでそっと盗み出したらどうなるだろう実に出し抜けにそういう考えが湧いてきたのだったそれは盗むつもりならわけなく盗めそうな金だった自分が沢本老人の金を始末したところを見ていたのだとまだ誰にも言っていないのが都合がいいし第一 買って知った工場内のことで万一にもやり損ないの心配はなさそうである収録は考えているうちにそんなことをしたものなら明日の朝になってあのかわいそうな老人がどんなに慌てるだろうと想像してしかしやればやれるんだがなあと思わず独り言を言ってしまったなんだい 何をやるんだいと聞いたのはすぐ隣席にいた古い友人でこの男は酒をぐいぐい飲んだものだからほとんどもうへべれけに酔っているあっ <laughs> 何何でもないよと言うとしかし今夜実に愉快だなあ。 成人怒りの尊厳にも七年ぶりだぜ一杯飲め友人はろれつの回らない口で言って汚らしい杯を押し付けてきた飲むよ飲むとも僕も今夜は実に愉快なんだ収録は珍しくはしゃいでそんなことを言いそれからいくつも杯を重ねたが 不思議なことに頭の中はちっとも酔わない会が終わって銀座まで来て一二軒カフェへ引っ張っていかれてやっと一人きりになってしまうとまだ相変わらず頭の芯へこびりついていたのが同じ金のことだったあの束は二十か三十あったようだった二十とすれば二万円だ 二万円があると、仮作の十ぐらい建てられるだろう。明日の朝になるとダメだけれど、今夜のうちなら楽にあの金が自分のものになるんだ。世間へは何とか方法を講じて、俺が相場か何かで儲けた金のように見せかけてもいいし、当分のうちはそっと隠しておいてもいい。行ってみよう。とにかく、 工場へ帰っていこう収録はだんだんに具体的な資料を巡らし始めたそれから芝浦行きのバスの停留所のところへ来てまた二度も三度も同じことを考えたちょうど待っていたバスが来た時にラジオはボーンと言って正しい9時半を報じたのであった 2品川工場というもののそこは芝浦の埋め立て地だった近頃工場がぼつぼつ立ち始めたばかりのところで夜になると非常に寂しい収録は途中誰にも顔を合わせずやがて工場の近くへポツンと姿を現した正門から入るわけにはいかないが平は低いし どこを乗り越せば一番便利だかということもちゃんと心得ていた彼は難なく工場のうちへ忍び込みじきに庶務課の部屋へ行ったけれどこの時はもう靴を脱いで紐で結び合わせたのをだらりと首へかけ誰に見られても本職の泥棒としか見えぬような格好だったドアを開ける時カタリと音がしたが大体において何も心配はなさそうである 窓から月が差し込んでいて手探りをするほどの必要もない目指す会計の机まで来るとちょいと気になったのが机に鍵が降りていはしまいかということだったが手をかけるとくもなく湧いて昼間見届けておいた通り中には新聞紙がちゃんとかぶせてある突然彼の頭の中へ「でも予想かしら」という躊躇の念が湧いてきた そして「今よしてそっとこのままで帰れば何事もなしに終わるのだが」とも考えたしかしそのくせにやはりガタガタと胴るいしながら静かに新聞紙を取りのけてみると中へはさすが月の光にも届かないので手でごそごそと探ったが「あっ!と」と息を内へ引いてしまった あるはずの紙幣の束は影も形もないのであるその時の収録の感情はとても一度には言い尽くせない実に複雑を極めたものであった第一に、あれがどううしてないいのかという不信机を勘違いしたのではないかということだったが見回すとそこは紛れもなく沢本老人の机だった そして紙幣の束はやはりないのであった。とすれば誰かがもう盗んだのかなと考えてすぐ後からいやそうじゃないんだ老人があれから後ちうちへ帰ってやはり金のことが気にかかり自分で来るか宿直の者にでも電話をしてどこか安全な場所へ移したのだろうと思い直した。 期待なことにこの最後の考えは自分がここへ忍び込んできた目的から言うとまるで裏をかかれたようなもので大変失望しなくてはならぬところだったが収録はそう思うと一緒になんだかほっと重荷の下りたような気持ちでもあったなんだいこりゃ実にバカバカしいことじゃないか何万という金を一晩中机の中へほったらかしにしておくなんてことは 常識で考えたってありっこないのだ。老人があの時はああいう苦しみで夢中になっても、後では当然金の始末をする気になるはずなんだ。ちっとも不思議なことじゃない。そしてそれが一番いいんだ。俺はこれでもって安心して家へ帰れる。悪いことをせずに済む。よかった。ああ、よかった。 そんなようなことがごちゃごちゃと頭の中で考えられた気が付いてみると手にも額にもびっしょりと汗をかいている手袋をはめなかったので下手をすると指紋が残っているかもしれないもし昼間見た通りまだそこに金があって自分が目的通り盗んでいったとするとあとでは指紋から当然自分の犯罪が発見されたのかもしれぬと思うと またたじじわじわと汗が出てきた助かったというような感じですらあった彼は何ということなしにひどく落ち着いてしまって机の蓋を元通りに下ろすとそれでも宿直のものやなんかに顔を見られるのは具合が悪い再び抜き足差し足でその部屋を出ようとしたがその時ぎょっと身を固くした向こうで人声がする それから足音がすると思う間もなく門のところらしい聞き覚えのある門番の声で「えいただいまただいま」というのがはっきり聞こえたそれは誰かが正門へ来て門番を呼び出しているのであった収録としてはおそらくこの間にいち早くそこを逃げ出してしまうのが最も賢明な策であったろうけれども 彼は不思議にそれができずにいてそれからあとしばらくのうちじっとその部屋に立ちつくんでしまった十分にある危険を感じしかしその危険の性質をよく見極めたいという欲があったそしてなおそのままで耳を澄ましたガタガタ鍵を外す音がして門番が人を中へ入れたらしいほんのわずかして 足音がゴトゴトとこちらへやってきたそれから玄関へ入りすぐに収録のいる庶務課の部屋へ入ってきてしまった収録は本能的に身を縮め横にあった帳簿棚の影へ隠れたがその時聞いた会話は次のようなものである「なあにねえ昼間わしはとんだ不始末をして帰ったんでねえ」 始末ってどうしたんですお体が悪かったって聞きましたがああいつもの腹板だ腹板を起こしてね現金を机の中へ入れっぱなしにして帰ったんだ明日の朝でもいいかとも思ったが間違いがあると大変だから急に心配になって始末に来たんだお、はい早く伝統のスイッチを押してくれたまえ それこそ沢本老人の声だった収録は電気のような驚きに打たれたさっき変な具合に安心しておいた胸の内が安心どころか10倍も20倍もの不安でかき乱されてしまった金は老人が始末したのではないのであるとすればやはり誰かが盗んだのである それはそれで分かったとしてでは自分の立場は一体どういうことになるか収録はかわいそうに頭の中がすっかり混乱してしまった度を失いそれでも靴の紐を首にかけているのがどうしたって言い抜けのできないところだと気がついて紐を引きちぎるようにしガブリと靴を足にはめたがその間に無論電灯はつけられて 先に沢本老人がずかずかそこへやってきた「よあと老人は机の蓋を引き上げるなり叫んだそれからきょときょとと辺りを見回して「た大変だ!と」とおろおろ声で言った門番はポカンとしたような顔つきでのこのこそこへ近づいたが「どうしたんです?」 ないないえないんだ金がないんだえ二人ともさっと血の毛の引いたように一瞬間顔を見かわすと。でも、沢本さん確かにこの机ですかここだよわしの机だからそれでしかし、ないっていうのは。 わしはわからんわわしは知らん知らんじゃあんた済まされませんよ一体いくらぐらいの金なんです 1>, 1万5000円だわしは確かにここへ入れといた門番は沢本老人の顔を眺めて出し抜けに物も言わずに部屋を飛び出したがそれは宿直員のところへでも急を告げるためだったらしい 門番の姿が見えなくなると一緒に老人は急にぐるりと室内を見回してその時とうとう「怒り収録」を見つけてしまった収録が見つけられたということは見つけたものも見つけられたものも双方にとって非常な不運だったと言ってよろしい老人は愕然として棒立ちになり収録は泣き出しそうな顔つきで おずおずと戸棚の影を這い出してきた収録は何か言わねばならぬと考えながら口の旗がこわばってしまってなかなかものが言えなかった当枠の表情を見せたりヘドモド泡をくったりするところを見せたのでは事態を一層悪くするばかりだと気が付いていてことさらに何気ない封をしようとすればするほど頬の筋肉がビクビク震え 実に見苦しく当惑しくていることがが自分ながらよく分かった。これが技術員室だと家へ帰って勉強しようと思ったが参考書を置き忘れたのでそれを取りに来たのだと言ってもよいような気がししかしそれでもまだいけないことにはやがて門番が帰ってくると門番は収録のいるのを見て不思議に思う。 正門を通り抜けずにどこからここへ入ったのかと聞かれればそれだけで絶対絶命である彼はこの場を何と言い繕っていいか点で見当がつかなくなった老人の方はどうかというとそこが慌てきった収録の判断で別にはっきりしたことは言えないが老人もまたひどく驚いていることは確かだった 向こうも口が聞けずにむしろ恐ろしそうにして収録を見つめている耐えきれなくなって収録が「沢本さん!」と言って「ぼ僕じゃないんですよ」ぼ「ぶ僕はただ」何か言い訳の言葉を見つけようとして焦っていた時に あんたかりさんあんたかあんただったのだねとようやく言った門番は早寝をした宿直員を起こすのに手間取ってかまだそこへ帰ってこない収録は不意に頭の中をある考えが走り抜けたものでぶるっと身震いした 言い訳の言葉も見つからないし言い訳したところでとても聞いてもらえそうにないそれよりか門番にはまだ顔を見られていないのだからこのまま逃げ帰るのが一番でしかし逃げる前にこの老人をどうしたらいいか彼は我知らず片手を伸ばして問題の机と隣り合っている席の簿記棒をぐッと掴んだ決心がまだ十分ではなかったけれど それは老人にこの上なく恐ろしい殺意と見えたに違いないああか狩さんあんたはと言ったがそのまま老人はひらりと身を翻して逃げ出す気配を見せたので待ってください澤本さん僕は決してあんたを殺すんじゃ言いながら収録は、 老人の上着をしっかりつかんだ。な、な、何を乱暴する乱暴じゃありません僕は、僕は。話しなさいおい、こら話せたら話せあ、誰か誰か来いついに老人が身をもがきながら大声に人を呼ぼうとすると、その時収録は、 夢中にボキを振り下ろした。「殺すんじゃないんだ!」とかすかに頭の隅でだけ叫びながら彼は二度までも母希望を振り下ろし二度ともそれは収録の手がしびれるほど強く老人の脳天に命中し老人は「うーん」と一声叫んだまま たりそこへ倒れてしまった収録は呆然として床の上の老人の姿を一瞬間見つめていて自分の膝頭がガクガクと音を立てて鳴るように思ったそうしてドアからは出られない反対側の窓を開けてひらりと外へ飛び出した「逃げるんだ」 逃げるんだそう叫びながら暗い方へ暗い方へと工場の内を走っていった3それは夢だと思いたくなるくらいのものだった奇妙にも逃げながら収録は一つの作文みたいなものを考えて。 これはととになった言うべきかバンジというべきか、その表現法をいくつも頭の中へ並べた同時にいくつかドイツから来た犯罪映画で M という殺人犯が何かの工場のうちを必死に逃げ回っていた場面を思い出しあれと自分とは今全く同じ顔つきをしているに違いないなどと思った脳裏をちらちら通り過ぎてゆく そうした種類の断片的想念ははたから見たらいかにものんきそうでしかし決してのんきではなかった本気になって自分の立場を考えることが彼には何よりも恐ろしく一刻でもそれを無理にごまかしておきたい馬鹿げた欲望の表れに他ならなかったふと気づくと彼は母希望をちゃんと握りしめているそれは半ば無意識で 半ば万一の場合の身を守るためあのままで持ってきたものだったが途中で彼は手に絡みついた蛇でも捨てるようにそれを材料置き場の砂の山の上へ放り投げた誰も人のいない方へ逃げるつもりだったが現場では夜詰めの職工が働いているどういうものかうろうろと職工たちにも姿を見られそのうちに冷却釜のところがちょうど職工もいず 姿を隠すのに具合のよさそうな壁のくぼみになっていたのですぽりとそこへ飛び込んだそしてぜいぜい息を切らしながら今に何か起こるかじっと待ち構えているような気持ちになったこの間に工場の中で一番目覚ましい手柄を表したのは例の宿直院を呼び出しに行った門番であるが門番がどんなことをしたかについては収録は 最も不幸にもそれを知ることができない門番は名前を牛山作造といって元田舎の巡査をやったことのある男である彼は最初に宿直室へ行った時その世の宿直での村俊吉という原料分析の方をやっている男がいくら呼び起こしてもなかなか目を覚まさず「の村さんの村さん」その村さん 何となくじれったがって呼んだものだったまだ大して遅い時刻ではないそれなのに宿直院がどうしてそんなに深く眠りについていたかというとその村は神経衰弱の気味で睡眠剤を多量に飲んで寝たという弁明だったがそれでは宿直の意味が何にもならないやがて彼は眠たそうに目をしょぼしょぼさしてやっとベッドを這い降りてきた 門番牛山が困ったことができたと言ってそれは門番としての自分にも宿直の園村にも幾分か責任があるのだし早口に事情を説明しし庶務課の部屋へ戻ってきてみるとその時発見したのは金が盗まれているばかりでなく沢本老人が脳天から血を流し頭蓋骨をかなりひどく粉砕されてかすかにまだ むむ,む,むうめき声を立てていることだったあっいけねえよこりゃの村さんと牛山は叫んでぐいっと沢村老人を抱き起こしたが老人はもう断末魔に近かった目を白くつり上げ獅子をのたりのたりと動かしただけだったその村はその場の様子をあっけにとられたまま眺めていたが そのさん、電話だ電話で早くこのことを牛山に2度ほど繰り返されて言われてやっとこさ正気に戻ったようにあたふた交換台へ駆け寄ってぐるんぐるん文字盤を回し始めた電話は工場長にかけられ庶務課長にかけられそれから医者と警察へそれも牛山の指図に従ってようやくそんな順序にかけられたのだったがこの時牛山は 途中で変にキロリと目玉を動かしたそしてその村が電話をかけ終わってきてからは妙に無口になってしまい沢本老人のもはや死体と言ってもいい体を見つめながらじっと何か考え込んでしまった電話によって事件を知った人々がようやく集まってきたのはそれから1時間半ばかしの地であるその頃には 沢本老人は全く事切れていたが碇収録のやったことだとはまだ誰も知っていないやがて所轄署の一行もやってくるとその時牛山は事件最初の発見者として当時の状況を述べるため「実は私内密に申したいことがあるのですが」そう言って警部補らしい所轄署の係官にそっと言った関係者たちは そのまま庶務課の部屋に残されしばらくのうち警部補と門番とは別室へ行ったが再びそこへ出てきた時今度はその村が呼ばれて次のように聞かれたその村君というんだねはあ今門番からいろいろ聞いたところだがね今夜の大体の様子は分かったんだ君には今日の昼間のことをちょっと聞きたいんだ 昼間のことというとああ大したことじゃないがね門番は昼間のうち工場へ来ずに自宅にいたというんだ昼間何か変わったことはなかったかねさあ別にさっき牛山から初めて聞いたんですが沢本さんがそんな大金を机の中へ入れておいたなんてことは 私も一向知りませんでしたし。そうかね。そりゃ知らなかっただろうけれど、確か昼間はこの工場へ、どこかの映画会社のものが来たそうじゃないかね。え、ええ、それは来ました。その映画の連中は誰が一体手引きしたのかねそ、それは、私です。 どういう関係で映画会社の者のにちょっとした知り合いがあるんです。ちょうどカラス工場を背景に使いたい映画があるというし、ずっと前私が工場長にお願いしてここを貸してもらう約束をしてあったのです。今日その連中が来るという日取り屋なんかの交渉はそ、それも私がやりました。 おー警部補は鼻を鳴らしてじろりと薗村の顔を覗いたが薗村の方ではこの尋問の途中からひどくどぎまぎし始めて顔色が真っ青に変わっていた映画の連中が来た時に工場の者はみんなそれを見物に行き君はまた紹介したせいもあろうけれど大勢にそれを触れ歩いていたということだったね。 その留守に被害者は急に腹痛を起こして、その時現金を机の中へ入れたというんだが。警部補は再び行ってチラリと後ろを振り向いたが、するとそこへ多分言い合わせがあったのだろう。のっそり牛山が顔を出した。何か用かいと警部補はわざとらしく聞いた。 はい、と牛山はこれも大真面目に答えていた実は言い忘れたことがございましたのでああ<ー>さっき薗村さんが庶務課長のお宅へ電話をかけていた時でございました私は黙って聞いていましたが課長さんは薗村さんに盗まれた金額がいくらだと尋ねたようでございました 私はあんなことが起こる前澤本さんからそれが1万5,000円ほどだと聞きましたけれどその村さんにはまだ何も言っていませんそれなのにの村さんは電話口で1万5,000円ほどだとちゃんとお答えになっていたようですがその村はぎょっとして牛山の方を見たちまち首をうなだれてしまった こうも早く金を盗み取った者が知れようとは犯人はもちろんのこと係官たちでさえ全く予期しなかったところであるその時警部補は拝見を鳴らして立ち上がるとムズとその村の腕を掴んでいた4なんだか力の入れどころがないほどだったが そこまではとにかく牛山の働きだった牛山は電話でふっとその村を怪しみ始めすると夜ここへ来てから昼間会った事柄をいろいろ聞いていたので沢本老人の腹痛映画撮影のことそれらの間に何かしら臭いものがあると気づいたのだった問題はしかし盗難事件と一緒に沢本老人の殺害された点が残っている。 はじめ当局係官側ではこうしてその村が金を盗み取ったものらしいと見極めがつくと沢本老人殺しの方もわけなく片付くと考えていたその村はかなり頑強だったもう逃れえぬところだと知ってからでもなかなか泥を吐かないで執要に知らぬ存ぜぬを繰り返そうとしたが一方では電話の不用意な言葉が抜き差しならぬし一方では 沢本老人の殺されたことだけは彼とても意外千番だったに違いないそのことまで彼の処理と見なされそうだと気がつくとやがて警視庁からも殺人事件だというので数名の係官が急行してきた頃ようやく口を割り出したそれによるとまず金は確かに自分が盗んだことそしてまだ全く手をつけずに工場のうちに隠してあること 第3にここで居並ぶ係官たちが最も意外だと感じたのは今度の事件はその村一人の考えでやったことではなく実は共犯者がありその共犯者が殺された沢本老人であったということ沢本老人の腹痛は今日ばかりではない。 半年ほど前から3回にわたって激烈な腹痛を訴えたのが実は全く仮病であり仮病は会社の金を巧みに盗み出すための予備的行為だというのであった仮病の点は後に沢本老人の家族を取り調べた結果やはり園村の申し立て通りだったことが判明したが沢本老人との村俊吉との計画は何とも綿密を極めたもので。 係一同舌を巻いたものである最初それはその村が映画会社のものと偶然のきっかけから知り合いになりここへ映画の撮影に来るという話が持ち上がった頃からだんだんに準備が重ねられてきたのであった会計で老人は時々大金を扱っているしそれを盗みたいとは思いながらも数年間実行することができずにいた 自分が金の始末を節だらにしておきその節だらさに乗じて自分自身で盗んでしまえば会社からは多分その節だらさのために各種されるが盗んだことさえ知れなければ各種ぐらい何でもないと考えて困ったのはその節だらさがどうもうまく行かないことだった会計係が多額の現金をただ何でもなしに盗まれやすいところへ入れておくなどということは いかにも不自然で盗まれた時すぐ自分に嫌疑がかかりそうであるそこで腹痛のため前後を傍却してあるいはやむを得ずして現金を節だらに処置したと見せかけることを考えついたがそれでも具合が悪いところがある自分が会計の席で急に苦しみだして金を机の中へ投げ込めば旗で見ている者が黙ってはいない 自分を解放してくれると一緒に自分に代わって金をもっと安全な金庫の中へ納めてしまうそれでは盗み出すのに骨が折れるしそこへ映画会社の話がひょいと飛び込んできたのでそれこそ願ってもない機会だと考えた映画の撮影に名を借りて庶務の連中を短時間外へおびき出すそしてその間に金を机の中にしまう という考えで日取りの打ち合わせなどもその村と共謀して自分がなるべく多額な金を取り扱うような日を前もって選んでおいたのであった計画は甚ははだ順当に進んだように見えた夜になって老人は自分が金をそこに置いたことを後で思い出しわざわざ工場まで出向いたようにしておけば自分の責任だけのことは果たしたことになるし 万交通合であると考えたのだけれどここで思わぬ邪魔の入ったのが例の「り収録」だった収録は何にも知らない間が差してそこへやって来てとんでもない人殺しをやってしまったのであった5 係官たちの側ではその村の申し立てがどうであろうとその村と沢本老人とが凶暴だったとすれば老人を殺したのはますますその村らしく見えるしそれには最初牛山がその村を起こしに行った時彼がなかなか目を覚まさなかったという点でそれこそその村がその間の短時間内に老人を殺し宿直室へ戻ったのだという推定をし。 もうほかに犯人を探そうともせぬくらいであった収録としては庶務課の部屋に忍び入ったことを沢本老人に知られているだけでその老人は死んでしまったしこの場合はどうにかごまかしのきかぬこともない少なくともその村がここでどんな供述をしたかそれを知ることができさえしたらそしてまたもっと大胆な男であったなら なんとか手段がああったであろう彼は長いこと冷却釜のところに隠れていてその村が捕まったことすら知らずにいたそして沢本老人が狂言であの腹痛を起こしたなどとは知る由もなかったじっと身を潜めているうちに気持ちはいくらか落ち着いたがちょうど警視庁の一行が来て30分ほどした頃に 一人の職工が何気なくそこを通りかかってふと収録の顔を認めてしまった「おやコリ,リさんじゃありませんか」とその職工が言うと収録は形容しがたいほどすさまじい顔つきで職工をにらんだままひと言もものを言わなかった職工はなんだかわけが分からずにてれくさそうに笑ったままじきにそこを通り過ぎたが それからまた30分ほどたつと今度はラバース式ガラス溶融窯近くで作業していた数名の職工は一度に「あっ」という叫び声を立てた冷却窯の方からぬっと姿を現した碇収録がその時ひらひらと溶融窯の横を走り抜けてそこの隅っこには同じくラバース式のガラス円筒引き上げ機が設けてあるそこへ まっっすぐに飛び込もうとしたたのであったほとんどそれは収録だということを認めることもできなかったほどとっさの出来事だったただ一人だけ気の利いた職工が素早く横から走っていってドーンと収録の体を突き戻したが職工と収録は瞬間そこで組み合って何かしきりにわめきながら喧嘩のようなことをしていたかと思うと収録は としょっこう,とう工の手をふりはなしてえんとうひきあげきの下へぱっと身をおどらしてしまったえんとうひきあげきというのはその下にとけてどろどろになったガラスがためられているそれがひきあげきでいたガラスの原料とされるつつ型のガラスになって上へひきぬかれてゆくしくみであるとけたガラスは いめで覗かないと目をたるほど高熱だったそして職工たちはその次の瞬間にパッと青白い光が引き上窯の辺りで目を射るようにひらめいたのを見しかしどやどやとそこへ駆け寄ったときにはかすかに何か動物のかばねを焼くときのようなにおいがしただけでもう何も見ることができなかった 巨大なガラスの円筒は休みなく徐々に釜から上がってきその円筒は何十尺という高所ではもうすっかり冷えて透明な美しいガラスになっていたが釜から出た近くだけまだ真っ赤に熱している突然一人の職工がキャーという悲鳴を上げたがそれは赤い円筒の株へ 歴然と人の形のようなものが見えたからであった手もあり足もあり横を向いた花の形が確かに怒り収録の花だったとその職行は後で言うのだった溶融ガラスの中へ溶けてしまったはずの収録が薄べったい影絵のようなものになって円筒のうちへ現れたというのはもとより信じがたい説であり しかし何にしても一番かわいそうだったのは収録である収録は上着を脱ぎ捨てておいたがその上着には小さな技術家用のメモが入っているこのメモには彼がそのよしたことを簡単ではあるが大体漏れなく書き残してありしかもその終わりには「自分はあんなに気の毒な人の良い 澤本老人を殺して申し訳ない子供と妻のことをよろしく頼むという文句が添えてあったまた引き上げ機の近くには食工と組打ちをした時落としたのであろう収録のクローム側の時計が落ちていてこれはガラスが壊れ針が止まり収録の自殺を遂げた時刻をはっきり示していたが それは、かっきり12時半だった。ラジオの時報からだったから、たった3時間内の出来事である。怒り収録は、結局、無口で、内気で、はにかみ屋さんで、それに、ごく気の小さい男でしかなかった。